三浦肝臓は、教育論者、翻訳家、民間精神療法家、洋画行者、新地学とメタフィジカル教師。兄は教育者の三浦修吾。精神世界ブーム以前に、大衆的オカルティズムを日本に広めた。福岡県生まれ。福岡市範学校、大正2年に、青山学院進学部を卒業して、日本メソジスト協会の牧師になり、同年、エミールを、 翻訳出版して、ベストセラーになる。数ヶ月で牧師を辞め、文筆活動に入った。大正5年に、渦漏れし世界で、近代新知学の創始者ヘレナ・ピー・ブラバツキーの惑星進化論を紹介。国雑誌などで活動し、トルストイ、ドストエフスキーなどの翻訳、タゴールの研究を行った。民間精神療法科の金子直関と出会い、教育論者から、 スピリチュアルな実践家に転向した。昭和3年には、青い玉が現れて、光に変わり、偉大な人物と感じる女性と老人の姿を見るという献身体験があり、使命を自覚。昭和4年時点ではすでに精神療法家として活躍していた。昭和5から6年に渡米して、ポイントロマの新地学協会で講演し、現地のメタフィジカル教師たちと交流し、帰国後に、 新知学的なメシア論、新知学的な人種進化論を引用しつつ、黄金崇拝から精神崇拝への霊性進化論、メシアイコール天皇論を展開した。戦時中は、上海で外国人相手に英語でオカルティズムの講演をしていた。終戦の翌年上海から帰国し、超古代士官の犬塚惚れ友人の下中や三郎、中木定一、小笠原隆次。 山根菊といった技士関係者が集う日なお、今和会の副会長を務めた。昭和24年に新知学の啓蒙と総合ヨガを提唱。昭和28年にパラマハンサヨガナンダのヨガ技法をまとめた幸福への招待を出版し、ヨガ実践団体、竜王会を設立。当格の行を行い、ヨガを研究実践。 出版社の竜王文庫を創設し、日本で廃れていた新知学を積極的に紹介し、新知学関係の書籍とヨガ両法の解説書の出版、帰還し、史上あれの光を発刊した。アリス・ベイリーやモーリス・ドリールといった新知学系の思想家を紹介、新知学とヨガ指導者として活躍した晩年の7年はドーリルの思想に傾倒していた。 ありがとうございます。